さあ11日目始めていきましょうか。よろしくお願いします。もうラストやしな、言って ラジオ体操から始まるんかな。よし、朝食だ。わざわざ言わないでも分かってるよ。朝食行った方が士気が上がるじゃん。ねえ、1日よ。チャンサーとの戦いであげるから、むしろ今は下げてたいわ、うん、ちょい待ち、 31C の連中やで。はいはい、待ち合わせ。あなたたち、ちゃんはいい。後陣を期しているのにのんきに朝食を食べようとしていたの。後陣は期すものじゃなく愛するものだぞ。知らなかった。山脇様はあまり頭が良くないのでゲスよ。これ久しぶりに見たな。だがそれ言っていいのか。山脇様は天才マッドサイエンティストなんでゲスよ。その錯覚の名を教えてやる。ペットロス症候群だよ。ペットなんて飼ったことないわ。デジャブ現象だろ。やるでゲスよ。なんで私だけこんないい不明なやりとりに巻き込まれるんだ。後陣を排するあなたたちはのんきに食べてな。行くよ弁護。お腹すいたでゲス。行くんかいな。なんだか先を行かれてるみたいね。だな。ほう、はい、午前中か。経済は人類が社会生活を営む上で必要なシステムだ。ただ、うん、常に波があり景気は変動する。かやもり、1930年代に世界各地で生じた経済の深刻な景気後退を何というかわかるか、うん、世界恐慌やな。世界恐慌、頭良くなっとこう。正解だ。よっしゃ。世界恐慌によって豊かだった国も貧しかった国も壊滅的な被害を受け、多くの人々が貧困にあえいだ。なんか褒められるとかもないんやな。今や世界恐慌も真っ青な状況だがな。平和になった世で、はい、また経済がにぎわうかどうかは我々の双肩にかかっているわけだ。わかったな。はーい。はーい。ほう。この午前中のこの人の時はクイズタイムなんや。見て見て、ユッキー、これこれ。お昼。なんだよ。ただのサバだろ。サバ。そう、焼きサバ定食。これでもう私のこと子供だって言えないよな。なるほど、魚ね。その横に添えられているのはなんだ。え、焼きサバ定食の付け合わせ。嘘つけ。ナゲット。ナゲット。どこが子供じゃないって。ナゲットうまいやん。だって揚げ物食べないと頑張んなよ。確かにね。言いながらケチャップにつけて食べるのやめなさい。どんな食い合わせやねん。いやでもさ、食い合わせとかある？俺もう何でもいけんねんけどな。うまい。いい笑顔や。じゃあナゲットつけていいでしょう。この笑顔見れるならナゲット安いもんでしょう。さあ、ということでダンジョンですね。はい。まあまあ今日も頑張りますか。何かいたんですよ、ここ。何かがギュイイタチでした。イタチ、イタチの方が珍しいけど。もうここからサイキックがビーンと伸びてキャンサー倒し始めとる。その会話いるか。もうなんなんその会話。私は競争よりもみんなが無事な方がいいな。ね、平和や。ま、判断は委ねるが、油断だけはしないようにな、はい、ほんまにな。情報員、今日は前衛中衛公営に分かれて戦ってみない。最後の一日でやんの。それすごく縦長になって弱そうだけど。最後の一日で試すことじゃないやろそれ。はい、ということでやっていきたいんですが、これ見ての通りレベリングしてきました。もうこれでね、こう詰まることはなしということで早速いきましょうか。厳しい戦いが予想されますので、はい、準備を怠らないようにしてください。もう昼間からつけっぱなしみたいな感じで周回したんで。ダンジョンに向かいますか。はい、行きましょうか。いや、どんだけ強くなってるかやだ。さあ、ということで4層目向かいましょうか。よろしくお願いします。なんやかんやね、来ましたね。ついに第4層か。はい、ここまで来れば 31C にも勝てるんじゃないか。ねえ、あれから1回も会わへんもんな。おいおい、ハッカーなのに体力ないな。ハッカーは体力なさそうやけど。ハッカーだからないんだろ。体力あるイメージでもあったか。な、武闘派ハッカー。もうダメっぽ。お前はあれよ、
元から軍人だろう。ネット用語に引っ張られてなんかあんまり頭に入ってこへんな。揃いも揃ってだらしないな、うん、お前はめっちゃありそうだな。サイコに殺すってすげえ体力いりそうだもんな。しかし、はいはい、下に来るほど寒いですね、うん、早く帰ってシャワーを浴びたいものです。おいタマ、いいそうやな。おいタマ湯船に浸からんと風邪ひくで。優しい。優しいな。どうするの？もう少しだけ頑張ろう。はい。31Cも必死でやってるんだ。うん。ここで手を抜いたらさ、はい、負けるかもしれないって。いや、頑張ってる相手に失礼じゃん。おお、いいね。確かにな。確かにね。せっかくここまで来たんだ。もう少しだけ頑張ってみてもいいかもしれない。頑張りましょうか。先に進んでみるか。おい。じゃあまあ今日も進んでいきましょうか。バンバン。はい、ということで一つ目の会話、相川や。おっと、また分かれ道か。うん。めぐみ、自慢のサイキックで正解の道を当ててくんない？分かれ道の正解を当てるなんて、そないピンポイントなサイキックあるか？ちなみに自分はどっちやと思う？私的にはまっすぐかな。うん。うちはこっちの奥の道はや。相変わらず自分と気が合わんな。そっか。じゃあみんな、めぐみは向こうに行くらしいから、私らはまっすぐ進むぞ。一人で生かすなよ。ハブな、いじめか。また会話や。そうだ、ルカ。はいはい。さっきの戦闘で思ったんだが。うん。お。どうしたユッキ？いきなり可愛い悲鳴あげて。やんねえ。いや、なんでもない。多分天井から落ちてきた水滴だな。それが冷たくて。可愛いな。なるほどな。ユッキーがあんな可愛い悲鳴あげるもんだから何事かと思ったぜ。ちょい赤面だってもんな。何度も繰り返すね。忘れろ。いやいいな、いいな、可愛い。はーい。なはは、猫なで声。また会話あった。あ、可愛い。今日の探検も順調ですね。ね。ルカさん、どうかしましたか？いやー。おお、なるほどね。なんか絵になるなって。可愛いよな。本当ですか？私のモデルさんみたいですか？こう三つけるところがぽいな。そういう系ではないけど、熱狂的なファンが好きそうではある。自信を持っていいと思う。ロリ系のやつやんか。よくわかりませんが、まあ艦長ですしね。ワンチ、この国見たまにお任せください。可愛いな。可愛いけど、こうかやもりのな、言うよな、結構むちゃくちゃ。また会話や。超ほい。ルカさん、知ってる？この台車、猫車というのよ。へえ、そうなんや。へえ、可愛い名前だな。ね。どうして猫車という名前なのか、わかるかしら。なんなんやろ。お、はいはいはい。大量の。なんとなく助手受けがいいから。正解は諸説あるそうだけど、うん、狭い足場を建設用語で猫足場といって、そこを通れることが由来の一つだそうよ。賢い。でもさ、考えてみ、工事現場のおじさんたちは女子高生や年頃の子にチヤホヤされたくて頑張って可愛らしい名前をひねり出したとしたら、そんなおっさんややば。やるせなくなってきた。せめて正解にしてあげなきゃ。ちょ、正しい情報を教えて。なんか詳しいというか、なんというか。まあまあ、今日は全部回ったし終わりましょうか。なんか今日あっさりしてたような。あーあっさりじゃねえ。クソデカモンスターいるやん。なんだよあのデカいの。いやいやいや、でもレベリングしてきたから。ここまで来たらやるしかないだろ。3ターン、3ターンでやろう。です。ういマジで勝てるぞ。いやでもクソでかいな。さあということで、まお見せしますか、俺の強化してきたあれを。いやもうこれ終わらせるで、マジ終わらせる。これエンハンス、これいやマジで終わるかもしれへん。これ俺の強化を見ろ。あ、そんなことね。ちゃんと相手硬いわ。っていうか強い。な、音楽がこうラスト感すげえあんのにさ。
俺が強化してきたおかげでそんな苦労してないっていうな。きたー、きたー、余裕、これで終わらせますか。エンハンスブレイブソードクロス切り、これで終わりよ。よし、あと一発。いやー強えよ。こうなるよな。俺らクソ強い。あんな大型キャンサーに。ねえ。でもさすがに限界。うん。今日はここまでとするか。なあ、その判断は正しい。みんなの体力も底をつきそうだし、ね。いやー来たな、ほんまに。ということで第4層もクリアってことやな。まあまあやっぱ強化したおかげでサクサク進めたって感じすんな。ね、食わず嫌いせずにどんどんやってった方がいいな。あれフリータイムのやつ空き時間にやろうかな、やっぱ。みんな戻るみたいだな。はいはい、一度宿舎に戻ろうか。うん、帰るか。じゃあおいでどてスケボーの音だけ流れてたもんな。ん？何これ？見えていないでござる。はははは。気づかれていないでござる。いやもうなんか気になったもん。いるって。まあ、ござるがいたから 31C に見られてるってことなんかな。他にもなんかあったりするかもな。お、はいはい。31A や。久々に楽器触りたいって思ってるだろう。すんねんや。久々どころか一度も思ったことねえわ。ドライやな。スタジオ行こうぜ。みんなすぐ上手くなっていく。私もうかうかしてられない。大丈夫、最初のライブは誰でも失敗するものさ。待て、いつライブするなんて言った。今死ねえよ。しなくてどうすんだよ。自分たちの音楽でみんな乗らせるって最高の気分なんだぜ。それを味わわせたいんだ。いやでも人前でああやって出て何かするっていうのすごいな。なんでそんな気分味わわなきゃならないんだよ。はいはい、生きててよかったって思えるから。まあでもバンド人間な感じすんな。やりましょう。あ、ノリノリ。まあやったらこともないけど。いいね。じゃあ私も頑張ってサポートしないと。割とみんな乗り気やな。やりたーい。ボドダダ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 。ジャンルが変わるわ。カフェテリアの一角を借りてさ、おしゃれなジャズバーみたいにしてやろうぜ。この音楽性でおしゃれにはならんだろ。ボドドドって言ってるもんだ。ユキカウント。え、こうなりゃ焼けっぱちだ。あ、ほんまにやんの今。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。この感覚、すげえ。そんなライブやろうぜでその数テキスト後に始めてるやん。音楽っていいな。すげえ。客も乗り始めている。え、できるんや。ほんでこのまま行くぜ。お前たちはくるくるパーカー司令官怒られてる。あ、見つかっちまったよ。いやまあそらそうっていうか無許可でやってたんかい。しかも覚醒器でクルクルパー言われたで。控えめのクルクルパーやったな。すごく楽しかったのに残念ね。あんなことを無断でやるな。ここのゲリラバンド無断やったんや。やっぱでもみんなも乗ってくれてたし、うん、静かに食事したいものには騒音でしかない。確かにな。娯楽として需要あると思うんだけどな。うん、まあその点だけは否定しないわ。中継すればドームに暮らす人たちの娯楽にもなり得る、うん、なるほど、確かに。ほ、少し検討させて。へー、この先使えるかもしれない。お、なんか音楽も絡んでくるんか。ということは訓練よりバンド練習に力入れていいんだ。やった、くるくるパー言われんで。そんなことは許しません、うん、バンド練習は自由時間のみ許可よ。あなたたちが好きでやってることでしょ。まあ、冷静に怒られてるわ。だったら何も変わらないじゃん。いや、結構譲歩してくれたと思うぞ。確かにな。そんなわがまま言うもんじゃない、うん、もうユッキーが司令官になったらいいと思う。え、怖いわ。いえ、何もあれへん。その怒り方怖いわ。またやりません。そう、
では解散。はい圧がすごかったな今。とにかく良かった、うん、よしライブに向けて練習しまくるぞ、はい、頑張りましょうか。本文を忘れるなよ。忘るんやな。じゃあなんか何かしら許可取ってほんまにやるんやな。へえ、いや楽しみやわ。さあということで8時半でお風呂ですか。 31A で風呂。確かに最初の飯ぐらいしかなかったもんな。キャンサーとの戦いの後に入る風呂は格別だな、うん、別に戦ってなくても風呂は気持ちいいもんだろ。なユッキーはおっきいらしいよな。ユッキー何言ってんの。風呂なんて面倒なだけじゃんちょっとごめん全然話聞いてなかった。あーそのキャンサーの戦いの後の風呂はいいよなっていう。いやお前が何言ってんだよ。だって歯と体は未だにブラシでこすって洗うって意味不明じゃん。わかるわ。確かにそこだけはなかなか進歩がなかった。めんどくさいよな。え、なんかそんなあんまり話なかったな。いろんなものが全自動になったってのに全時代的な行為だ。確かにね。もしかして風呂も歯磨きも嫌いなのか。嫌いやな、うん、俺は。子供の時は大嫌いで入った記憶も磨いた記憶もないそれはそれですごいな。今はユッキー知ってるじゃん。ちゃんと入ってちゃんと磨いて綺麗にしてるよ。いや仕方なしに俺はやってるけどほんまにやってへんねん。お前と出会ったのが今でよかったよ。汚い時があったみたいに言うなよ。あっただろ。っていうかでもあれやねんな、ユッキーと対面っていうか二人やねん。洗わなくても綺麗だった。人間じゃねえわ。でも今は綺麗だから見て見てほらすべすべ。寄ってくるな気持ち悪い。ねえなんでユッキーも見せて。あユッキーすげえ。おーいい、これいいっすね。いいいいわ。やめろ誤解を招くようなことを言うな。こなアニメですよ。アニメとかでな見たいよな風呂。あみんないたんや。だからあやっぱそんな目で見てしまうほど大きいということやんな。なるほど理解が深まりました。ありがとうございます。いやーいいです。いやーよかったな。やっぱこういうね人あれがあるのいいよな。さあということで深夜ですか。一日頑張るとこの瞬間がたまらないよな。うん何がそれは。お、あーこれだ。風呂上がりに浴びる。ちょっと風呂に混ぜる。風呂上がりに飲む。いやまあ普通で行くか。コーヒー牛乳。いや入浴剤。風呂上がりに飲む入浴剤か。クレイジーやん。アキ背中さすってやるから。ついに31シートの勝負も明日で決するんですね。うん。せやで。でもさすがに。ああ確かに明日か。続きですごく疲れたわ。はい。いくら寝ても回復が追いつかない感じがする。一週間連続戦闘やもんな。ここまで来たらあとはやれることをやるだけか。はい。なんやその天命を待つみたいなんは。道は自分の力で切り開くもんやで。相当負けたくないようだな。うん。うちはどんな勝負も負けへん。不肖私めも。その思いの丈は同じです。でもよく考えて負けたら切り込み隊から逃れられるのよ。確かにな。なんか一番先頭に立って戦わなあかんわけやから、うん、それは今後の私たちにとってすごく大きい。まあ単純にその死ぬ確率が減るってことやもんな。うちら以外が最前線に立ったら人類が負けてまうやろ、うん、そういう考えもありか。ルカは勝ちたい。そして最前線に立とう。了解。いやーかっこいいな。あはいはい。ラッキーたち今日も集まってるのかな。見に行くんや。まあそのあのゴザルがさ隠れてたあれね。ラッキーがまだ来てない。なんなんやったんやろうな。橋に隠れて待つか。ほう。この影に隠れて待つか。
なるほど。これ上から降りてくるってことか。じゃあナビこんなにいんねんな。え？ああ。ドアを閉める音。はいはいはい。行こう。なるほどな。ここが 3,1,C で B で A でみたいな感じなんや。でいるんか。今日もメイン通りに行ったな。あとを追ってみよう。ね、文ちゃんはいいひんのかとかな。いろいろここが謎やからな。さあ行きますか。また自販機横の広場かな、うん、はい、とりあえず行ってみよう。行きますか。あ、今日も集まってんね。おっと、いるわ。揃ったかい。はい、さすがこの私。はいはい、いい情報を持ってきたわよ。どうしました。なんでござるか。時代が変われど私たちが所属するのは軍隊。はい、ならば先行には勲章と褒章がつきもの。ずいぶん遠くから入ってきましたね。その昔、旧陸軍時代には褒章と引き換えに軍人の家族がいい治療を受けられたとの逸話があるわ。はいはい。私たちも多大な功績を挙げ、その褒章代わりに充実した治療を望むことは可能なはず。あー、これ文ちゃんがいいヒンってことは、文ちゃんのその家族が何かしらなってて、その家族のためにチームは頑張ってるみたいなことなんかな。次の作戦でもらう私の褒章と引き換えに司令官と交渉するつもりよ。はいはい、なるほど。どうなんやろうな。そう、うまくいくでござるか。いかないと思うな。なんでだよ、信じろ、絶対うまくいくから。イヴァールちゃんのだけで私たちの褒章は使わないんですか。そこまでは言わないわ。はいはい、それは少し水臭いでござるよ。うん、ですよね。思いは一緒です。わしは困る、研究室が欲しいからな。テンネ殿はブレないでござるな。でも一度ぐらいは我慢しよう。わしのも使ってくれ。うん、これチームの行動の原点というか、その動いてる部分というか、うん、では気合を入れて頑張りましょうか。ありがとう。次の作戦はただ働きになるけど、絶対に先行を上げてやるわよ。はい、やあ。はい、うむ。よくわからないけど結束力を高めたみたいだ。うん、やあ、可愛かったな。へえ。いや、まあその俺がちょろって言ったけど、それがほんまなのかっていうかはわからんけど、はい、 3-1-A をかけた戦い最終日へ。おお、なるほどね。いやー、これ 3-1-C のことも分かってくるのいいな。 Day 11 終了ということで。